会場は初見のこんなステージ遊んでいくぜー。一番にゴールにたどり着け、スピードバトル、私からか、昼夜熊コンパス。真ん中になくてよかったぜ。って注意したのもこの悪魔。やったかわいコンパスちゃん。しゃ、私は正面からキラッキー。お、一気に向こう岸まで。で、おお、今さかのそっちに落ちるんかー。惜しい、止まれば超ナイスプレイだったのに。惜しい、ニトリの番、ちょっと鉛筆マシンの転がりが怖いところ、下敷きのタイミング見て、今だ。いいなぁ、止まった。惜しい。それじゃあ唯一の定義、主行きまー。惜し惜し、悪くないとこで停止。さあ、オイラの番、うまく止まってくれるといいか。はい、オッケー、グ。それじゃあ最後、僕ですね。で、最悪のタイミングで下敷きの隙間から落下チーン。おし、私の番、もう邪魔されんぞ悪魔コンパス。一旦ね、ここで停止でオッケーよ。それじゃあ落ちたので初期位置からあったし。マリサの罠。いや、勝手に突っ込んできただけやねえの。さあ、ニトリは一足先に。向こう岸は筆箱のタイミングに注意か。はい、次のターンゴールもらった。やりますね、ニトリちゃん。主もここで向こう岸に。で、最悪やー。いや、落とされた時のが最悪じゃくらー。確かにソーリー。それじゃあ、ニトリちゃんに続くのはオイラー。だからなんでそんなうまく止まれるのよ。少しでも先頭の二人との差を縮めたいところ。まあいいか。それじゃあ、主に落とされた私です。まあまあ、全員的なんでね、一応。で、私はどんだけコンパスに妨害されんだよ、マジで。私は開始からずっとここスタートなんだが、このステージと私の相性をに悪いことが証明されました。それじゃあゴールしちゃいます。あっさり、今日は苦戦組とスイスイ組の差が激しいな。はい、主は大苦戦組でございますよー。それじゃあスイスイ組をいら、ニトリちゃんとキメイマル、今日すごい。さあ、こっからは3位争い。まあ、落ちなかっただけ。私、もう向こう岸行かせてお願い。お、マリサも下敷きでストップ。うん、まあいいか。はい、私の目標は落ちないことです。惜しい、落ちなかった。で、これで満足な今日の私って。主も落ちたくない。で、ここで初期位置から一気に向こう岸に落るショット。しゃ、ここは、筆箱には当たらないようにせねばです。おしおし、これなら次のターンで。いや、これレイムマシン1、最悪。やめてよ。あ、運んでくれてありがとう。私も行けたからな、オッケーよ。それじゃあ、こっから一気にゴールもらった。あ。主もタイミング見計らって、一気に目指すでゴール。それにしても私、相性悪すぎだ、ここ。はい、ここ。では派手に高橋に衝突。からの僕、もうほぼゴール主君ありがとう。私もここは、一発狙うかな。そのサイズでくぐり抜けたらすごいか。入ったー。いや、それはお見事。ってことでね、残ったのは私と主ちゃんだけども、もう無理じゃこれは。このショットを一回目に出してくれよ私。それじゃあ霊夢、すまんな。これにて決着。ってことで、安定の悪魔コンパス、私相性最悪ステージでした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。